はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。レック専任講師の土橋です。それでは2018年の本試験公表解説ということで、えー、今回は特別区についてですね、えー、公表っていったところをお話し申し上げたいと思いますというところです。さて、えー、と今回のデータ、お話の、えー、素材になるものなんですけれども、えー、こちらですね、えー、とレックで、 公務員試験のの答速報というのをやっておりますで今、これ YouTube とかでご覧になっていらっしゃる方はですね、えー、ちょっとあの画像だけで見ていただくよりはあ実はこちらですねい、はいえー、公務員試験のレックのホームページでね、えー、公務員試験回答速報レックとかっていう,ふうに検索をしていただいて、えー、その回答速報の一覧というのが出てまいります。 でその下の方に特別区というのが出てまいりますのでそちらのところにですねデータが上がっております特別区教養卓一の正当番号と公表の PDF を開くあるいは特別区専門卓一正当番号と公表の PDF を開くとあとは特別区教養論文の公表と回答例の PDF を開くというところです。 でえー、っと今、えー、公表がされている動画は、ここにリンクが出てくるかと思うんですけれども、こちらの方にですね資料が載っております。で私、今、その資料を使ってですね皆さんにお話を差し上げるということになりますので、 できればそちらのですね、ホームページっていうのをご覧いただきながら、PDF のデータをね、ちょっと引き落としてご覧になっていただけるとよろしいかと思います。さて、今年の特別区の試験いかがだったでしょうか。この動画をご覧になっていらっしゃる方っていうのは、今年の公務員試験を受けて、今年2018年の特別区の試験を受けてご覧になっていらっしゃる方。それだけではなくて、2019年のね試験に向けて特別区の試験についてちょっと見てみようかなっていうんでご覧になっている方もいるかと思います。 でメインとしてお話をさせていただくのは今年の試験を受験された方に向けてというところになりますのでそちらはちょっとご了承いただければというふうに思います。で早速なんですが今回の試験の結果気になっているところだと思います。もちろん今回ねこの30分の動画の中で公表を,して,公表をしてまいりますのでそちらの方をご覧いただきながらね今後の指針というのを立てていただきたいんですがまずはですね えー、結果に対して、まあ、不安もあろうかと思うんですけれども、まあ、とりあえず正解とか不正解とかっていうところ、えー、答えが出ておりますので、そちらの方をぜひ参考にして、ですね、えー、ご自身の点数とかっていうのをしっかり把握をしていただきたい、えー、結果に対してまず責任を取るということは必要ですので、これまでの成果といったところをです、ね、きっちりと確認をする作業というのはしていただきたいと思います。そして ま例えば回答も出てますし、あるいは論文などもね、解答例がありますので、え今後の試験っていうのが皆さん控えていらっしゃる方多かろうというふうに思いますので、え今後の試験のところに生かしていくということをですね、ぜひ考えていただきたいなというふうに思います。特になんですけれども、本試験の現場ってやはり緊張をなさると思います。で、本試験の緊張の現場の中で、まあ、自分がこう力を発揮してきたつもりなんだよね、最善を尽くしてきたんだけれども、その戦略とか っていうところに対して良かったのか悪かったのかですね。えそういうのをぜひ反省をしていただきたいというふうに思います。次の本試験っていうところもやはり緊張すると思うんですね。でその緊張の中でぜひ自分のポテンシャルをしっかりと今まで努力してきたものっていうのを吐き出していくるでアピールをしてくるっていうことが大事になってくるんでぜひですねあの確認をしていただきたい。例えばあ問題を解く順番とかですねリズムですよ。 でそういったところについてしっかりと確認をしていただきながらあ今回のテストどうだったのかなとで今回の点数のよし、悪しというところに関係なくですねえ今回の試験に関して反省すべき点はないのかといったところをねえきっちりと、まあ、見返していっていただきたいと思います。で、えー、この後、まあと実際にですねだいたい平均がこのぐらいなんですよなんていうような現時点でのデータといったところも少しお話をしながらですねえ皆さんにお伝えをしていきますが、えー、特別区の場合というのは、えー、そうですね 今回5月の6日に試験をやっていますけれども6月の22日に合格発表があってその後に、えー、二次試験というところで面接が、ね、7月10日から7月の22日にかけて行われるということになっています。で結果に関しては、えー、マークシートの試験だけで決まるわけではないわけですよね。えー、もちろんあの論文との、えー、合,体合体で、ね、合算で評価をされていくというところになりますので特に論文の評価で合否がひっくり返るというのはよくよく聞いております。ですのでえー今回の 点数あまりにも低い例えば30点しか両方ね専門と教養と立ち算して30点しか取れなかったんだよとかですね40点いかなかったんだよなんていう方はですねこれはやっぱりもう次の試験に向けての戦略っていうのを練っていくのがまあ現実的かなっていうふうに思いますただ過去の例でもですね40点台とかで実際にその合計ですよ 合算して40点台でも論文の試験の結果によってはですね二次試験に進めたというケースもありますのでそこのところは、うん、そこそこの点数を取っている、まあとでお伝えをしますが。 その辺の点数のところまで取れているという方はです、ね、ぜひとも次なる面接の対策といったところの準備なさっていただければと思います。6月の22日に発表があって7月の10日ということですから実際にはその20日間ぐらいしか面接対策の準備の時間がないかというふうふに思います。で とりあえず今の段階でですね、面接カード、例えば特別区の面接カード、去年の例に並ぶならばですね、えー、最初に3分間のプレゼンテーションなんていうのをしていただくことになろうと思います。ですので、そういったプレゼンテーションの原稿を作ってみるとかですね、えー、面接カードを作っても面接の練習をしていただくと、えー、いったところが、えー、大事になってくるんではないかなと思いますので、ぜひその辺ね、活かしておいていただければというふうに思いますというところです。じゃあ、えー、早速ね、お話をしていこうと思うんですけれども、さて、 こちらですねじゃあまず、えーと、教養の択一からコメントをしてまいりたいと思います。さて特別区の本試験の教養の公表ですね、エレックの公表というのがあります。でえー、とまず、科目ごとにですね項目がありまして、でえー、と項目出題内容とで、あとは正解の番号というところですね、であとは、えー、正答率というのがございます。さてこの正答率なんですが こちら下の方なんですけれども、正答率はこちらにありますように、A が60%以上ということですね、2人に1人以上、も間違いなく解けているとで、B のところがと40%から60%未満っていうところで,で、C のところが40%未満ということになっているので、まあ、いわゆる公務員試験は相対評価ですので、C とかっていうところの40%未満の問題は、みんなと一緒に間違えてくれて構わないと思うんですね。むしろ、その A とかっていうところは確実に取っていただきたい。 2人に1人以上が、えー、取れているということはこれは皆さんも取っていかなきゃいけない重箱の隅をつつくような問題ではないはずだしたがって A のところをしっかりとまんべんなく拾い上げていきそして B っていうところですね40%から60%ぐらいのところっていうのを拾っていく数できる限り多くですね、えー、拾っていくことによって、まあ、合格ラインへ到達していくんだろうと思われます。でえー、こちらなんですけれども 何のデータでやってるかっていうと講師の主観とかではなくてですねこちらにあります本試験の無料成績診断というのがございますでこちらのデータでやっておりますで今回は、えー、と5月の14日の14時の時点で、えー、のデータに基づいて、まあ、ベースお話をしていくんでこれからまたどん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 、えー、エントリーされる方ですね、えー、成績診断を申し込まれる方もいらっしゃるかと思いますので その辺で少し点数に誤差は出てくるかと思いますが、およそっていうところは把握できるかなというふうに思いますので、こちらぜひ参考にしながらね、お話を聞いていっていただきたいし、えー、この動画、すぐご覧になっている方ですね、5月の17日の23時59分までエントリー受け付けておりますので、ご自身の成果っていうのをきっちりと客観的に把握をしたいという方はですね、ぜひこちらの無料成績診断の方ですね、ご活用いただければというふうに思いますというところです。 では、上の方をですね。えー、ちょっと遡って見てみましょうというところです。で、大体。どのくらいできなきゃいけないのかって言ったところもね、踏まえてお話をしていきたいと思います。 さて昨年はですね特別区なんですけれども文章理解の1問目が超難しくて、えー、正解率も、ね、非常に低かったとかっていうところで最初の問題に気をつけろなんていうことをですね受験生に指導していたんですが今年は至ってオーソドックスな感じただ1問目はやはりですね用紙把握なんですけどほとんど文章の内容がそのまま表現されている選択肢に本文の内容がそのまま書かれている本文をそのまま使っているという,ような問題でまた悩ましいところだ だったりしたみたいで正解率というところに関しては若干低めということになってますね実際正解率は57.4%というところですのでここのところはちょっと難しかったのかなと思われますただそれ以降なんですけれども5番1番2番3番というふうに書いてあるところこちらの2番から4 5番にかけてはですね正解率が非常に高め80%を超えているとかっていう問題が2問と えー、実際に具体的に言っていくと2番が 81.4%3 番が 77.9%4 番が 85%5、えー、番が78.7%ということですから比較的、まあ、解きやすかった問題ではないのかなというところです。で 特別区、まあ、来年の、ね、試験を受けるとかっていう人も中にはいらっしゃるかもしれませんが他の試験手に比べると文章制御の、まあ、文章が非常に短いというのが特徴的で比較的やりやすいというところですただ、えー、空欄補充が比較的難しいんだというふうによく言われているところですので、まあ、それはそうだと,ころと思うんですけれどもただあ今回のところは比較的取りやすかったのかなというところですですから、まあ、点数としてはですね、ここのところというのは5分の4ぐらい。5分の、 4ぐらい取れてるとまあ良かったのかなっていうふうに思うところですっていうところですね。 で次にっていうところですが文章理解の英語ですさてこの英語っていうところ毎年ねことわざっていうのが出てきたりとかしてま比較的まあやりやすい問題が多いんですねで英語は捨てない方が良いというふうに書いてありますので来年受験される方はねぜひあのその辺も意識しておいていただければいいですが今回のところではだいたい成果率としてはですね比較的やはり英語も高めというところですでうーんとそうですね6番のところが61.3%で7番 っていうところから順番に 87.2%86.8%73% とえ比較的取りやすかったんだろうと思いますしたがってここは4分の3ぐらいが目安っていうところじゃないのかなというふうに思いますね さあ問題は数的処理ですで数的処理が、えー、非常によく出てくる19問出てくるわけですね。でこの数的処理というのを得意にできるかどうかというのが、えー、皆さんにとって、ね、非常に重要なところだったであるいは来年受験する方にとっては重要なところであるというところになります。さあそこの点についてお話をしていきましょうというところですがまずえっ、ー、ところ処理のとところねなります。というところになります。いうところ出てきます。けど毎年この試合と暗号っというのはよく出ますね。ね で比較的難しい暗号が出ることが多いんですけれども今年は優しかったというところで、まあ、A とかっていうところがまあ続いておりますというところです。で他方でその位置関係っていうところが B になっているかと思うんですが、A、位置関係の問題っていうところに関しては13番ですかねえっ、ー、と44.3%っていうところで実はまあ 4割ぐらいの人しかできてないというところですから、これは比較的難しい問題に位置するかなと思いますね。で、順序関係というところは80、80%の方ができていたので、やりやすかったというところだと思うんですが、この後です。え位置関係とか、えー、図形の計量とか、比とか割合、速さ、文章題、えー、整数解のところですかね。この辺りっていうのは、えー、と問題が難しかったみたいで、30%とか20%とかっていうのが軒並み並んでいる感じですね。で、19番とか、 っていうのが、えー、パーセンテージでいうと、えー、55えー、と。 19番18 9番1番か18番というところが55.6%で19番のところが43.5%で20番のところが47%という方たちが、えー、正解率としては到達しているので、まあ、B というふうに書かれてるんですけれども比較的その40%台とかっていうのが多いので、まあ、これは難しめの部類に位置するんではないかなと思います。でですすからだいたい出出来来合ととししててははね 1511分の、まあ、5から6。 っていうところがまあできていればまあ十分なところなのかなっていうふうに思われるところです。ですのでまあ難易度としては高めなので、えー、判断推理の方が比較的やりやすかったみたいなんですけど数的推理っていうのはね、えー、ちょっと難しかったかなというふうに思われるところです。まああの各科目のねコメントっていうところが、えー、メモ欄というか右側に載ってますので、えー、ぜひぜひちょっとそちらもねお読みいただければというふうに思いますというところです。はいそして資料解釈というところです。でここにはビンが並んでいます。で資料解釈なん ですけれどもこの点に関してはです、ね、まず21番が59%の方が正解で22番 45.9%23 番が 47.4%24 番が51%というところですのでやはり50%を超える問題は2問しかなかった。 比較的そのの資料解釈が難しかかったのかなって思われますで時間をかければ解けるっていうところもあるかもしれないけれどなかなか正解率を見ると難しかったみたいで4分の大体2つぐらい取れてればまあ十分なのかなというふうに思います。 た方で,で空間把握なんですけれども空間把握の方で展開図は、えー、比較的やりやすかったみたいで60%の方が正解をしていますところが26番とか28番というところですね、えー、このあたりというところ、まあ、26、27、28C、B、B という,ふうになっていますが、えー、っと26番というところが、えー、36.3%、まあ、これはもうできなくていいんでしょうねで、えー、27番というところが54.1% で、空間把握の最後、28番が47%っていうところですので、だいたいその6割、5割っていうところを超えているところですね、25番と27番の2つがまず確実に取れていれば、まあ十分ではないかというふうに思いますので、だいたい4分の2ぐらいっていうところです。で、これをこう、計してみるとなんですけれども、だいたいその4、3、5とかで計算していって、 例えば12問で、えー、ここの2問2問ですから全体として28問あるわけですが大体その16問前後。 というところが取れていると、まああ、標準的かつ、まあ、プラスアルファを取っているかな、というところになるかと思います。なので、目標はこのぐらい取れていればよかったのかな、というふうに思われるところです。さて、選択の問題です。でここから先は、えーっと、まあ、四十八番まで問題が出ているんですけれども、その中から、ご自身で十二題を解いていただく、ということになっているところです。で、今回、あの選択の割合が多かった問題というのを一応伝えておきます。と、二十九番の方学とか。 あ30番の方角、はい、こちらは、えー、95.2%とか98%の方が解、まあ、かれていて比較的、まあ、正答率も容易だったというところですねであとは、えー、と比較的大型の時事ですね、えー、時事のところとかあるいはね地にとかも結構取ってるのかな地にも、えー、66.1%あとは37番から40番までは大体のきな、ま、み60%以上の方が取ってるっていう形なので、まあ、大体60%台で、えー、このト台でこの 社会事情というところは取られてますね。で、あとはえっ、ー、と理系の科目に関して言えばなんですけれども、えっ、ー、と生物と地学っていうのを選択されている方は比較的多めですね。ええー、と、41番の物理とか18% 18.8%の人しか選択してないです。で、物理25.8% 42番とかですね、えー、このような形でちょっと物理はえっ、ー、と選択をしている方が少なかったかと思われます。 で他方化学なんですけれども、34.4%とか、<laughs> 失礼、47%の方が取ってるよというところです。で生物とか地学に関しては58.6%、45番で、46番が82%、82.1%の方。 76.3%の方が地学47番48番が76.9%というところなので、まあ、特に来年特別区受けるよという方がご覧いただいているんだったら理系の科目というところが、ね、2点ずつ「えー、物価・聖地」というところで物理・科学・生物・地学出てきますので、まあ、しっかりそこは得点源にしていただくといいかなというところです特に生物とか地学というのは選択をした割合も多いですし、えー、多くの方が点数を取ってらっしゃるというところになります。 さてじゃあ人文科学じゃない社会科学からスタートをしていきますがまず社会科学はえと法学のところこれはえ比較的多くの方が選択をしかつえと点数も取ってらっしゃいますね。でえと両方とも AA というふうになってますがここはお取りいただきたいところになりますかね。 であとは他方でなんですけれども、えーと、経済のところですかね、経済の問題のところと政治が間に入ってますかね、でえー、と人権宣言のところの政治と、えー、いうところ、これが50.5%でしたねで、えー、経済のところなんですけれども、国際収支に関する問題、これ38.8%で非常に出来が悪かったというところになります。ですので、まあ、ここは、まあ、4分の3か、まあ、4分の2ぐらい取れてると、まあ、理想的かなというところですね。 なんでこれをチョイスした方はです、ねえー、ぜひ4分の3ぐらいを、えー、取っていただけるとよかったというところです。で次に、えー、と人文科学としては中国思想これは比較的基本的な問題で。 えと取りやすかったのかなと思うんですが65.5%の方が、まあ、正解をされていたところが今年は日本史が非常に難しくてですね、まあ、ちょっとこれは結構手厳しいなという問題が出ておりました、えー、日本史を担当する者としてはちょっとう難しいなというふうに思う問題が出ていて、えー、実際に合格、えー、と正解率というところも30.7%と非常に低かったというところになりますでこの辺りの事情も加味してなんですけれども大体人文科学に関しては4分の まあ2位から3ぐらい取れていれば大丈夫なのかなというところになろうと思います。で、他方で、支持に関してはです、ねえー、60%以上の方大体60%台の人たちが皆、えー、全員解いているというところだったんですが、えー、正解率、これはあまり、えー、高くないですね、37番のところなんですけどもトランプ大統領のアジア歴訪とかっていうところ、これに至っては、えー、37.9%の方しかできてない。 あるいは38番のところも41.9%というところで、改正個人情報保護法というところ、苦手にされた方が多かったんですかね。時事実としても出やすいですし、あの一般的な知識としても大事なので、しっかり確認をしておいてください。で、あとは3番目と4番目なんですけど、税、え、制、ー、改正のところ、こちらは58.3%の方がで。あとはノーベル、えー、文学賞のところについて、ね、出てきたところ 65.、65.4%の方が取れていました。ですので、まあ、このあたりは、 4分の2ぐらいっていうところがちゃんと取れてるといいかなというところですで他方でなんですけれども自然科学に関してはですねこれは今回ごあの取った方たち 選択をした方たちにとっては、えー、容易な問題が多かったみたいです、えー、41番42番、えー、物理ですけれども正解率が84.0%とか65.7%と、えー、この2つの A というのは取りやすかった問題だったみたいですね、まあ、物理ちょっと、えー、苦手にされている方多いかもしれませんが、まあ、取れたのではないかなというところですで他方で科学は一問が難問でした 最初の問題が11.4%しかできておりませんのでこ、まあ、このところは二酸化炭素の問題なんですけれどもこれはちょっと難しかったかなというところですねできなくてもよろしいでしょう選択しなくてもよかったでしょうでそれ以降なんですけれども 83.4%69%67.6%68.9%62.3% と、えー、結構取れてるとですからあの選択をされた方はですね8分の まあ例えば何,何問取ったかというところにもよると思うんですが5から7ぐらいというところをまあ取れているとまあ比較的良かったかなというところです。で実際にその時事とか あるいは自然科学の後半戦のところですね、特に生物とか地学とか、まあ、選択をされている方の割合、高めですので、2019年受けようかなと思っている方は参考にしていただければ良いというところです。さて、今回の試験なんですけれども、えー、平均ですね、だいたその600人を超える方が、まあ、あのデータとして出していただいたんですけれども、だいたいどのくらいだったかっていうと、現状においてですよ、えー、この時点において、ですね5月14日の14時,時点というところでは、だいたい点数が、 24.1点ぐらいです。 24.1ぐらいですねで昨年の、えー、と平均点というところでいくと a レックで成績のリサーチをしたところで言えば22.9% 22.9 9ぐらいの方だだったんです、ね、9点だったたんんでですすねね点それよりはちょっと点数が上がってるというところですので、まあ、例えば文章理解の点数が比較的取りやすかったり数的処理は難しかったかもしれないけど、まあ、それ以降のところはあまり変わりがないというところで大体いい24.1点ぐらいが平均になっているというところを参考にされています。 置かれるとよろしいかと思いますご自身がどの程度取れたのかっていうところですねぜひ確認をしていただければよろしいのではないかなというふうに思いますはいじゃあちょっと今度専門に行きますね さて専門なんですけれども専門科目に関してはどうだったのかなとというところですで専門科目なんですがまず私も法律科目を担当していますので法律科目に関して20分の14をね狙いますよなんていう予想をしたんですが大体13問ぐらいはカツッと当たってるんですけどねちょっと若干少しずれたかなっていうところで地域圏っていうところとかね予想はしてたんですけどその辺がまあ三角ぐらいかなということで、まあ、13.5点ぐらい分は当てていったんです。 ですが、えー、お出勤の方はどうだったでしょうかというところです。でまず、えー、今年の特徴なんですが、えー、と受けてきた方皆さんお話を聞くと、えー、専門は 点数取れたっていうふうにおっしゃってる方が多いですね、えー、今年は専門は比較的優しかったんだと思います例えば憲法なんですけれども、えー、例年通りですけれども、えー、人権2問と統治の3問ということです来年受ける方なんかね参考にしてくださいで特に憲法は難しさを感じるものはなかったです、えー、品質分野の問題を繰り返し解くことでまあ、きっちり点数は取れただろうと思いますので今回のところで、えー、今年受験されている方で間違えちゃった方っていうのは、えー、ここはしっかりとですね見直しをしていただかなきゃいけないね 4から5ぐらぐいいは取れると思いますなので5点ぐらい取れちゃうぞというところだと思いますので、まあ、あの選択をしている割合もですね法律科目は14番までのところがだいたいもう7割以上の方が選択をされているというところですので、まあ、その14番のところへ。 14番のところまでは大体70%の方が取っていると、値、ね、て当権だけは選択をされている方が非常に少なかったとっいうところなので、まょ、あ、細かいところが出てきたんでね、えー、その辺りで、まあ、そこは回避した方が多かったみたいですが、14番までは皆さん取られていると、ですので、まあ、憲法とか行政法というのは得点源になったんではないかな。で行政法の方も まあ、あの行政行為の意義と、まあ、さらにそれに加えて行政行為の効力というところまで出てきて行政行為ベタベタだなという感じでしたけど出てきましたであとは、えー、強制手段とかのところを問うてきたりとかですね、えー、基本的な知識で、えー、解けるようなものが多かったとっいうところです。ですからここもやはり 選択をされた方であればですね4から5ぐらい取っていただけると良かったかなというところになろうかというふうに思いますさあそしたら民法なんですが今年民法は若干難しかったんではないかなというふうに思います例えばその A というのが並んでいたその 憲法法法とととと民法行政法に比べると B かとか C とかっってていうのが目立ってきますですので、まあ、正解率としてはちょっと下がってくるところが多くてマイナーな論点例えばね定当権とかですね、A、なんかは選択をされた方も少ないし正解率も低かったっていうところですので大いそうですね5分の3ぐらいずつ取れてれば十分なのではないかなというふうに思われます。 まあ実際には全部ねあの５問取って取ってるっていう方はいないと思いますので、まあご自身が取れるであろうと思った科目っていうところをしっかりと取っていくっていう形になりますね。５５問中４０問をチョイスすればいいわけですからというところです。 さあそしたら、えー、民法は若干難しかったかなというところです、ね、で経済言論なんですが経済言論のところはですね A が比較的並んでいるかと思いますというところですですのでミクロ経済学、マクロ経済学で例えばなんですけど21番というところに関しては37.8%の人しか、まあ、あの正解率というところでね37.8%しか取れてないので、まあ、これはできなくてもいいんだと思うんですがそれ以外のところはですね7割とかの方ができている。 いちば低いので25番の63.2%というところでしたのでミクロ経済は5分の3から4というところが取れているといいかなと、まあ、5問全部取った方はですね、まあ、4つか3つというのが取れているところがまあ合格ラインになろうと思います。他方、マクロ経済なんですけどマクロ経済も比較的点は取りやすかったみたいで29番というところですかね え間違えました30番ですねごめんなさい30番のところが、えー、と48.4%ていうところのまあ、正解率になっていてここはちょっと難しかったのかもしれませんがだいたいえ5分のま3から4ぐらい取れてると良かったんだろうというふうに思われますというところですでじゃあ他方財政学なんですが 財政額は、えっ、ー、と、五問、まあ、選択されている方の割合も比較的高いですね。っていうところなんですけれども、えっ、ー、と、一問目とかは72、七十二パーセントの方、七十二点二パーセントの方が正解してますし。え、三十二番も九十五点五パーセントというところですね。ところが、三問目のところに関しては。 48.9%というところで、まあ、ここ、ーと書いてあるんですけど、まあ、実際には50%切ってるるというところですね、ここはまあできなかったとしても、まあ、残りは69.3%、58.5%とかというところで比較的まあ取りやすかったところなのかなというところですですからまあやはり5分の3から4ぐらいですね取っていただけていると良かったのかなというところになります。 さあ、そしたら経営学。さて今年はね、経営学難しかったんじゃないかなと思います。え選択をされた方の割合も低かったです。ですので、経営学は解説コメントにも書いてありますけれどもえ、比較的難しいところが出てるというところですね。厄介な問題だというふうに書かれているコメントが多いようにえ、今年ちょっと経営学は外れ方なっていうところですね。だいたいその A っていうところの割合もありますので、まあ、5分の3ぐらいっていうところを目標にですね、ちょっと解いていただけたら良かったかなと。ただ、あーぜひですね、これ今回いっぱい 晩食とか経営学なんかをね、えー、チョイスするかもしれないと思っている方はですねえー、ぜひあと地方上級の試験とかでね、えー、せ専門で経営学とか出る予定のある方はぜひぜひ、えー、しっかりと復習をしておかれるとよろしいと思いますというところですさて、えー、政治学に参ります 政治学は今年は、うん、比較的、まあ、変異な問題が多かったはずなんですけれども、えー、実際に、まあ、選択をされた割合というところでいうと44番の問題、えー、これと,くとみ双法が出たんですよねでこれはさすがにちょっとうわっ,っていうふうになった方が多かったみたいで、ねえー、27.3%の方しかせあの選択をされていませんでそれ以外はだいたい7割から、えー、6割以上7割9割とかという方が取っているものが多いので、まあ、比較的取りやすかったところを取っていただければよい、まあ、B のところが取れない としてもまあ5分の3ぐらいは取れたのではないかなと思います。さて、こういうふうにまあ大体どの科目もね、えー、まんべんなくやってると3点ぐらいずつ取れるっていうところです。ですから来年受験される予定の方はですね。 ぜひとも2019年あの見越している方はですねどの科目もまんべんなくやっていただくとまんべんなく点数を取っていくことができるで 3×、例えばですよどの科目も3点ずつ取っていくというんだったらば11科目あれば33点になっていきますからね当然、平均点を超えてくるぞというところなんでねあのいろんな科目ちょっとね科目を絞ることなく頑張っていただくといいかもしれませんねさて行政学です。 この1問目が非常に難しかったみたいでえ正解率はちょっと低めになっておりましたがそれ以外のところっていうのはね、えっと、1問目29.6%の正解率だったので、まあ、あの選択している方は多かったんですけど残念ながらちょっと難しかったとでだけどそれ以外の問題は比較的容易な問題だったみたいで5分の4ぐらいが目標だったしかつ社会学なんですけど社会学は選択されている方がそもそもまあ低いです。 だいたいその五割とか六割いくかいかないかっていうところぐらいの方たちがだいたい取られてるんですけれども、でそれでもえと取った方たちはですね、はい、五分の五に近いところを取れてるんですね。正解率が非常に高い一問目五十一番が八十九点二パーセントで五十二番ですね九十四点七パーセント、五十三番九十三パーセント。 54番が、えー、86.2%そして55番が、えー、92.3%ということですので、まあ、ちょっとここは、えー、来年向けの方にアドバイスになっちゃいますけれども社会学っていうのは選択の割合が低いんですけど点は取れている科目というふうに考えることもできるかなというふうに思いますさてそうやって、えー、全体を見渡してみますとというところなんですが結構どの科目もまんべんなくですね、えー、取れる問題があったわけです。 で、えー、4とか3とかね並んでいるところが多いですので,でこれらをこう自分でチョイスして、まあ、現場で解いていくという形になるんですが、えー、実際、じゃあ、えー、レックでです、ねえー、600人超える方が登録をしていただいてじゃあ平均点、何点だったのかというところですね、えー、こちらお話をしておきますと、はい、高めですね、29.9でございました。 29.9というところになりますので先ほどの共用の科目というのが24.1そうすると足し算をするとこれ54点になるんですねただちょっとこれでびっくりをしないでくださいであのまずその 無料成績診断に出されている方っていうのは意識の高い方が多いので、えー、いち早く自分の点数と、えー、状況を知りたいで特別区にぜひとも行きたいって思いを持っていらっしゃる方が出されているデータですですから、まあ、比較的平均点は高めになってしまうんですねだから実際にはこれよりも若干低めの、えー、51点とか、まあ、52点ぐらいに落ち着くんではないかなというふうに思いますだそれが平均点というふうに考えていただければ良いと思いますでそうするとよいしょ、えー、大体ですね、うん 合格ラインというのはこの平均のところで考えていくと大体なんですけれどもこれはもうレックの予想というよりは私個人の予想というふうに考えてくださいレックではその平均の予想ラインとかね出してないんですね合格点数を出しておりませんななぜならば、 特別区っていうのは論文っていうところで合否が決まっていくところが多いので、なんでまず一つの基準として、まあ、私個人の見解としてお伝えをするならば、だいたい55点から57点ぐらいっていうのが一つのま目安になるだろうと思います。いいですか？平均点がだいたいこのぐらいで54点ぐらいだと考えればですね、そこからだいたい1点2点3点ぐらいのところが実際の合格ラインになるのではないかと予想します。ですが、ですが55点から57点とは言っていますけれども。 実際にですね、大体そっからまマイナス10点ぐらい、45点前後の方からはもうぜひ面接対策をしてくださいって言うんですね。でかつてなんですけれども実際にですね。 42点の専門と教養の点数と取ったよという人と61点取ったよという人がいたんですけれども42点の子が論文で逆転をして合格をし61点の子は論文の評価が悪かったみたいで怒っちゃったというケースがあるんですね。このような状況がありますので、まあ、一つの目安として大体その54点ぐらいの平均がまあ今のデータのところで出ていると。 比較的高いぞいぞととうころですねただ、えー、ただ専門が、まあ、やや優しくなったとか教養のところも少し伸びているというところなので、まあ、昨年が、えー、実は48.8だったんですね、足し算して。それに比べると、まあ、5点近く上がっているというところですので、まあ、このぐらいが一つの基準になるのではないかと思います。ですが、実際にはそこから、ねまあ、10点ぐらい低かったとしてもです、ねまあ、受かる可能性はあろうと思いますので論文以下であるというところですので、まあ、論文のところというところも、まあ、含めて評価をすね、評価を。 されるものですので、ぜひそちらの方ですね。えー、これだけで判断をするのではなくて、でましてやレックの公式見解ではない、ドバシ個人の見解であるというところをちょっとお断りさせていただきますが、一つの目安はこの辺かなというふうに考えます。まあ、経験則というところからですね。じゃあもう一つデータがあるかと思うんですけれども、えー、論文に関して、えー、コメントを差し上げたいと思います。さて論文なんですけれども、えー、今回のテーマは、えー、2つ出てきているんですが、毎年2つ出るわけですけれども、一つは、えー、行政 サービスの在り方をううているような論文だったというところですでこれは論文を書く上で基本となる、えー、テーマだというふうに思います。行政ってののは誰のためにあるんだって言ったらそれはもちろん住民のため国民のためにあるわけですからその住民との関係で信頼関係を築いていくために行政はどう接するべきなのか。 特別区職員としての考えをかけというふうに言われているところです。で、こういった論文をね、まあ,あの書いていくんですよ。2019年受ける方はね、ぜひ参考にしていただければいいし、さて今年受ける方にとってもですね、これ地方の試験とか平肝をされるんでしたら、これはもうよく出ることだと思います。よテーマよく出るテーマであろうと思います。だ、信頼関係を構築するために何が必要か。まずは課題があると。で、課題を実際にねあげている、えー、住民自身が住む地域に対しての関心が乏しいとか。 あるいは第2に書いてありますが住民と行政との間に壁があるというところですね距離感があるとだここを改善していくべきだということを、まあ、主張としてま書いていきますでそこで実際書かれているのが1つは情報公開の促進だなんて書いてありますいわゆる開かれた行政を作っていこうということでしょうねで開かれた行政を作りなおかつ、はい、対話の機会の拡充というのがありますすなわち住民参加を促すということでしょうねだか開かれた行政を作り で住民に参加をしてもらうという形をとって、まあ、行政との距離感というのを、ね、減らしていくことが大事だ。 そして何よりも共同実際施策をね行っていくんだったら例えば両者をつなぐパイプ役の存在も必要で例えば NPO とかボランティアとの連携を促進するとえいったようなところが大事だというふうに書かれていますこのあたりの論文というのは地方の試験なんかをもし受けられるんでしたらですねバンバン書くことになろうかなと思いますのでぜひともあのしっかりと準備をしておいていただきたいところになりますまた公表も次のページに出ておりますが比較的益問、まあ、要するに優しい問題だと思われます でぜひぜひあのしっかりとね得点を取っていただきたかったものでございますというところですで次に、えー、2番目の問題なんですがこれはいわゆる子どもの貧困に関してのお話ですねまずは現状を踏まえて問題文ちゃんと答えてくださいねで、えー、子どもにおける貧困問題についてまあ、その行政として特別区の職員としてどう取り組むべきかをかけということになっていますでこちらも同様にですね現状を踏まえた上で課題が3つ教育格差の解消を図ること あるいは、えー、生活の支援、特に、まあ、食生活の支援ですねで、あとは非正規雇用で働くひとり親の支援などが必要なのではないかといって、まあ、それぞれに対応する第1に、はい、教育支援の充実というところを書いていたり、あるいは第2に、はい、食事面でのサポートの強化。 あるいは第三に就労支援といったところを進めていくべきではないかといった形で書かれております。で子どもの貧困は非常に今年その話題になっているテーマでもありますのでぜひともしっかり次の試験というところに、ね、つながっていくであろうと思われますので準備をしておいていただきたい今回の試験を反省材料としてうまく書けた人はそれを生かせばいいと思いますし。 でこの次の志望先に合わせて、えー、ちょっと表現をアレンジするとかね特別区の置かれた状況と次の地方の試験のね併願先の置かれた状況はまた違うと思いますのでぜひ志望先に合わせた論文というのを書けるように準備をなさっていただければと思いますさあ、えー、30分ちょっとですけれども、えー、今回の試験にわたって、えー、ついての公表をしてまいりましたで今年の試験受けてらっしゃる方はですねぜひとも次なる試験が待っているかと思いますで特にその時事問題とかですね、まあ、論文とか今後の試験 にも活かかせるとところろがたくさんあろうかと思いますですのでしっかりと復習をしていただいて、えー、ぜひあの次の試験へつなげていただきたいでまた次の試験ということだけではなくてですね特別区の論文とか面接の結果論文じゃないや論文と択一の結果によってはですね合格っていうふでになればです、ね、次のステップの面接が待っておりますのでぜひ面接の準備っていうところをさっさと始めていきましょうというところですねで来年の受験を考えてらっしゃる方はぜひ今回のね試験だけの,あのデータもそうですけれどもぜひ試験問題とかねご覧いただい いただいてあのやっていっていただければなと思いますまあ今年はね特別区のその論文なんかは、えー、その子供の貧困なんかはレックの申しも当たっておりましたしあのガツッとかけた方がレックの受講生多かったかと思うんですけれどもまあぜひぜひですね、えー、合格をつかみ取っていただけたらというふうに思いますじゃあ,あの皆さんのね合格を心から祈りながらですね今回の講義を終えておきたいと思いますそれでは2018年向けの、えー、今年のですね本試験公表解説ということで特別区についての公表を終わりたい,と思います と思いますじゃあ長い時間ご視聴ありがとうございましたお疲れ様でした